なのこの二人、ただのドライバーとブレードのくせに、どこからあんな力が。一応イーラの技法なんだけどね。ラウラ撃つぞ。ダメよ、そこまでする必要は。君、え、すごいぞ君。いや君たちは、え、最後の技なんてとてつもない威力だったね。驚きだよ。ええ、そう、それは何より。あそうか、武器の渡し合いか。目から鱗だよ。一体どうやって今の戦法を編み出したんだい？それは、お金がなかったから。あ、私の武器を買うお金がなかったから、それで仕方なく。こいつはいい。いいよ君、最高だ。いや嬉しいよポカ。は？大好きだぞ僕は、君たちが。はあ？アーデル様！見ると。はあ、ご無事でよかった。アデル様、お怪我は？アデルって、まさか、アデル・オルド？アレッタの領主、王位継承権4位の王子か。何よあんた、私がついてるってのに、この人が危ないとでも思ったの？またバカの一つ覚えみたいにデバイスを使ってたろ。だから心配なんじゃないか。見ると、そちらの方は。あ、かすみさん、モンスターに襲われそうになった僕を助けてくれたんです。そうか、それはお礼を言わないとな。かすみ、あ、もしかして君の。ただいま戻りました、ラウラ様。そうか、それで信徒。大変だったんだな、君は。また始まった。温かいうちに食べな。あ、ところで傭兵団に席を置いているのはなぜ？縛られたくないの。何者にも縛られず、自分が信じたこと、信じた人の手助けができる。どこも自分たちが生きるのに精一杯でしょ。嫌なんだそういうの。なるほど。それで世界が立ち行くなら世話ないわね。そんなに甘いものとは思えないけど。立場の違いだ。傭兵には傭兵の、為政者には為政者の立場と振る舞い方がある。無駄なものはない。あら、人間のことを持つんだ。珍しいブレイドね。俺にはお前の方が珍しく見えるが。そりゃそうでしょう。なんせこの私は思いやりに欠ける。は？
そうそうお目にかかれるものじゃない。お前のようなブレイドには。シンのこと、ダメだよね、やっぱり。この僕に君を切れと？それは。僕が本国から受けた使命は天の聖杯、滅の討伐だ。宝を取り返すことじゃない。そもそも宝なんてどうだっていい。え？どうだろう、僕らにその力貸してもらえないだろうか。君たちの力は素晴らしい。さっきの戦い方とか学びたいこともある。あ、そうだな、旅先で僕は偶然秘宝を見つけ出し、それを適性ある君に託した。滅を打つために。どうだい、そんなストーリーは。それって…風な口を聞いて、なんかムカつくわ、あいつ。素直なのさ。素直？誰が？君が。私？彼はそう言ってるんだよ。コアに戻ればブレイドは記憶を失う。しかし人との歴史において、少しずつだがブレイドの気質、いや感情と言ってもいい、それは変わってきている。より人に近く寄り添うように。しかし君はあえて距離を置こうとしている。何言ってるの、私は。僕は嫌いじゃないよ、君のそういうところ。ひょっとして怒ってる？滅の討伐のこと。いや、何があろうと君を守る、それだけだ。この世界の惨状、いずれ放置はできないしな。ただ。ただ何？あまり無理はするなよ。うん、わかった。ねえ王子様。アデルでいいよ、なんだい。昨夜のあれだけど、もう少し待ってもらえる？何か予定でもあるのかな。ええ、まあね。ラウラ様はお母様の居所を探しておられるんです。でも傭兵としてのお仕事もありますし、ですから私が単独でお母様の所在を。なるほど。で、分かったのかい？はい、いろいろあったので、すっかりご報告し損ねていました。ラウラ様、お母様は今鳥子村というところに落ち着かれています。鳥子村？グーラの辺境だね。あの辺りはスペルビアとシアの小競り合いも多い危険な場所だな。はい。よし、わかった。鳥子村に行こう。え？だってあなたには使命が。
お母さんのこと心配じゃないのかい？それはまあそうだけど。なら行こう。あなたりはまだ滅の侵略を受けていない。ってことはその逆も考えられる。滅に会えるかもってわけ？そうさ。そんな都合よく。僕らは滅を探してトリゴ村に行く。君はお母さんを探してトリゴ村に行く。何ら不都合はない。母が見つかったらあなたの手助けをする？うん、そうしてくれると嬉しい。君の傭兵団には僕の部下を伝令として出そう。そうだ、お母さんオートに住んでもらうってのはどうだい？あそこなら安全だ。物好きな王子様ね。付き合わされる方はたまったもんじゃないわ。お前なんか一緒に来なくてもいいんだぞ。おあいにくさま、ドライバーとブレイドは一心同体なの。いっつも好き勝手に戦ってるくせに。物好きは否定できないけど、今はどこであの滅に出くわすかわからないからね。僕たちが同行した方が安全だと思うよ。あいつらは。うわあ！間違いねえ。あのブレイドとあの時のガキじゃねえか。敵ワンだ。ああ、やっぱり村ごと焼き払われてたぜ。おかげでいいコアクリスタルが拾えた。それともう一つ面白いもんも見つけたぜ。分かった。じゃあこっちは好きにさせてもらうぜ。また連絡する。何の因果か。俺が盗み出したイーラの秘宝がこの俺の元に帰ってくるとはな。